店長のチャンネルです。店長を取ると、ね、さあ今日はですね、台風がねと思ったら結構あの東の方を行っているようで、雨はね、うん、そんなにか止んでますよね。なので、まあ、風はそこそこありますが、もしかするとバイク取ってこれますかね。はい、一応ねやっぱり新車はまずいですよね。あんまりね、あの雨もちょっと嫌なんですけど、さすがに風強いとかね、ちょっと怖いですよね。なんかね、傷でそれでなんか傷ついちゃったとかね、また雨、あんま雨濡れちゃうとね、ちょっとね嫌ですよね。店長、店長は眠いですか、眠いですか、退屈ですか、何ですか。さて、まあ、そんなところでね、とりあえずね、あの陸地です。先に陸地にちょっと行って、はい、登録をしてですね、そう、グラディウス乗れないんですけど、ちょっとさすがにこの今のね、まあでもグラディウス650でございます。それにね、登録して、はい、でとりあえず、ここまでの、内容としては何やりましたっけ、フロントフォークですね、シール交換、そして前後タイヤ交換、あとチェーンですね、チェーンの交換をやりました、はい、そして予備券を取りました、はい、そんなところでございます。で、まあ、登録してね、でもちろんあの私の名義でございます、はい、私の名義で登録して、であと部品はもう注文したんですけど、ブレーキですね、ブレーキの、マスターシリンダーとかね、あとシール、ピストンシールですね、キャリパーの、はい、そのあたりを注文してございます。その他はですね、あとエアフィルター頼みましたね、クリーナーエレメントね、確認はしていないんですけど、まあ、8000キロ1回、まあ、交換されてればねあるかもしれないですけど、まあ、とりあえず交換してればねリセットされますのでね、はい、でプラグはですねイリジウムかなんかついてるらしいですよね、標準でね。400は確かイリジウムプラグが標準ですと書いてありましたけど、まあ、それを考えれば650もいいですか。店長、ん、店長どうですか、そうかもしれないということですね、うん、ということなので、とりあえずですねそのあたりをちょっと、やってですね、であと、テインの、あのバンが走ってます、AD バンでしたっけね、テインです、テイン、大きくテインって入ってました。何ですかテインって、そういう、部分、あとですね外装ちょっとね、傷があるんで、横のカバー、あの足元のね横に銀色のカバーがついてるんですけど、フレームのところにボンって、そこのカバーが傷がね多いんで、それを交換しようかな、あとメーターを止めてるステーが、錆、うん、ちょっと錆びてるで、そこのステーも交換しようかなと、はい、それで販売、うん、っていう感じですね、まあ、金額的にはねそんなに、うん、高いんだから分かんないですけど、はい、新車が安いみたいなんでね、あの新車って、いわゆるあれです、現行型のね SV650 でしたっけ、あれがなんかねもう大幅値引きで売ってるらしいので、まあそうですね、まあ、そちらがいいっていう見方もありますからね。ただ中古そんな安くないんですよね。じゃあ中古だからって、安く買えるのかってね、あのそういう、こういわゆる未整備の車両ですよ、ね、結局タイヤ変えなきゃいけない、あれ変えなきゃいけない、フォークシール変えなきゃいけない、っていうことになってしまうので、うん、まあ、そのあたりですね、やっぱり SV がいい方は SV に、ね、
新車を、やっぱり新車買えるのはいいですよね。新車購入していただくという感じですかね。中古でも SV は結構高いんですよね。だからそのあたりがわからない、なんでそうなっちゃうのかね。スズキマジックという感じですかね。新車は安く売る、ね、新車安く売るわけじゃないです、結局ね、あの販売店が売れないから安くしちゃうっていう、そういうパターンだと思うんですけど、これがね、CT125 なんて安くして売ってるとこありますけど、いつ入荷するか分かんないですもんね。そうなんですよ、あれ分かんないんですよ店長ね。そうだそうだって言ってますね、ね、そんなね、昨日ね出てたんですよ。やめろってそれを言っちゃいかんぞって今感じでしたか、このところねよく出るんですよ、はい、でね、昨日はね高かったですね、はい、あれだと持って帰るだけで40いくらいくらですか、48万ぐらいですか、49万ぐらいですかね、店長それぐらいですよね。そんな金額で、CT125 持って帰ってどうするんですか、店長。売れるんですか。ね、50何万とか。ね、原車がなきゃ話にならないぞっていう感じですか。原車だったら売れるんですか。ね、どう思います皆さん。ね、恐ろしいですよね。そうなっちゃうと売らな、みんな普通に売らないですよ、店頭で。うん、店頭で普通の価格で。まあね、業者オークション出した方が儲かっちゃうんですもん、普通に仕入れてね、入ってきたやつ。いやーって思っちゃいますよね。変な誘惑に駆られるじゃないですか。もちろんあのホンダの正規販売店はそういうことはしないと思いますが、いやいや正規販売店が出してんだろうって、どうなっちゃうんですかね、まあ、お客さんついてなければね、お客さん注文いただいててっていう。でも今ね入ってくる車両って、まだ今入ってきてる車両ってまだお客様から注文を受けてっていう車両じゃないんですよね。どちらかというと先行注文で注文入れてるやつ、うん、それがやっと入ってきてるという感じだと思うので、まあそうなるとですね、そのあたりをねどうするのかなってね、ですよね。何かありますか。ホンダの販売店があるじゃないか、プレミアム決算フェア開催中だって。何やってんねん。今度はなんだ、部品工業だって。何作ってんだかな。お、なんだって、蜂のマークのなんか、あの赤い赤と青の、ボールじゃない、あの弾が抱き合ってるハッスっていうのがありますね。ハッスっていうのがね、いわゆるあのこういうやつですよね。ありますね。ここじゃないんですか店長、あの有名ななんとか店長がいる店は。違いましたっけ、ここじゃなかったでしたっけね。あれ、これじゃなかったでしたっけね店長。あの有名な、なんかいらっしゃるんですよ、なんとか店長っていうのがね、はい、うちも店長ですけどね。曲がりますよ、大丈夫ですか。昔ここ走ってた、最初あのまだ新京成じゃない時なんですかね、あの鉄道なんか、まだその頃は軍ですかね、陸軍なのだろうか何なのか、ちょっと私詳しいそこまでは分かりませんが、その軍隊のね、線路を引く、要はテストじゃないですけどね、それの訓練みたいなので、で新京成で出てるのでぐね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 曲がってるんですけど、で橋もやっぱり鉄橋もかけるっていうところ でここを橋と橋昔走ってたっていう話ですけどね、だから鉄橋跡みたいなのがあるんですよ、ここのところにね、はい、分かりづらいですけどね、はい、すいませんね。今ねこれね何で固定してるかっていうとですね、あれで固定してるんですよ、何でしたっけ、揺れてます大丈夫ですか、これねX グリップ上に向けて、はい、カメラを固定しているんです、はい、ただそれだけのことですね、はい、まあ、店長をねこう武蔵を映して、そして、それを、ね、
ただいて癒される動画ということでよろしいでしょうか。喋、りはいらない、確かに BGM でも何かこう落ち着く BGM でも流しながら、天井を見ながらですね、癒されていただければと思ったりもいたします。オフシグマス X 健康型でしたけど女性の方がお乗りになってましたね。はい、さあそんなところでですね、今回はこの辺で、お開きとさせていただきたいと思うわけでございます。そんなことには興味がね、心身みたいな感じでいろいろなんか見てますけどね、どうなんですか。よろしい。なんとなくなんかね、ちょっとこう落ち着いてる感じでしょ。ね、違うんですよ。これここだけですから。もうちょっと一歩でも外に出たら、お前そんなこと言うなよって感じ。伏せちゃってね、ずるいですね。伏せちゃってずるいですね。暴れ馬みたいな感じ。本当暴れん坊ですからね。お、終わりか、いいのかって感じでしょ。サイドブレーキなんか引いちゃうと大変ですよ。お、ね、でもこれギア、クラッチ、ギア入れるとこうなっちゃうんですよ。